ティちゃんのイメージはやっぱり小さな女の子というか、僕自身も小さい時やっぱりサンリオに行ってたので、自身の小さい時のイメージというか、やっぱ幼い子供っていうイメージがから変わってないです。今回キティちゃんを、ハローキティメンっていうプロジェクトで考えた時に、やっぱりファッション、ウェアだった、着るものだったので、しかも男性メンズファッションなので、プリントとかその具体的なものを使うのではなく、そのルックを取った時に、キティちゃんっていうところをイメージしてスタートしました。キティちゃんをそのセットアップの中にプリントとかその具体的なものを入れるのではなく、その着てルックを取る、もしくは見た時に「あ、キティちゃん」っていうことをっていうふうになればいいなと思ってデザインしたので、具体的にキティちゃんが入っているわけではない。自社のブランドコンセプトは、ずっと根底には少年性っていうものからスタートしているんですけど、最近ここ数年エイジが上がってきてるとは感じてて、でそれが新たなファン層かっていうと、そうではなく、従来のファンのエイジが上がっているのと、あと新たに10代の子たちが来てくれてるっていう風になってきてるので、今回のキティちゃんのセットアップは、30代40代の人に着ていただけるのが、面白いかなとは思ってるんですけど、10代の子が着てもいわゆる市井っていう風になれたらいいなと思って、デザインしました。